Hello, üdvözlök mindenkit, sziasztok! Ez egy olyan Final Fantasy VII remake folytatás, amiben megmentjük Tifát a bajtól, ami nem más, mint egy öreg fasz, aki kövér is. Na, egy kicsit upgrade-eltem a fegyvereimet, ezt, hogyha nem bánjátok, kivágtam, mert annyira nem izgalmas ez a rész. Inkább úgy vagyok vele, hogy az ilyen részeket inkább kivágom, mert hát minek legyenek benne, igazából ezek inkább nekem fontosabbak, hogy mit használok. Irosuri! チョコボかい？そのチョコボ車に乗ってた子、どこ行ったか知らない？ああ、客じゃないなら帰ってくれ。こっちも暇じゃないんでね。俺たちも暇じゃない。なんだ？やんのか？何騒いでやがる？なん？なんだ？見ねえ顔だな。そのチョコボ車に乗ってた子、探してるんだけど。探してどうするつもりだ。もちろん助け。その子がタイプなんだって。だから兄ちゃんも好きだね。と言っても結構連れてきたからな。どの子だ？特徴は？特徴？スタイルがいい。スタイルか。もしかしてティファちゃんか？そうだ。ふん、兄ちゃんも打ち抜かれちまった口か。でも残念だったな。あの子は当分出てこれねえよ。どういうことだ？あの子は特別よ。コルネオさんの屋敷に入ってオーディションを受けることになってる。オーディションって？コルネオさんが嫁を選ぶオーディションさ。ティファちゃんはコルネオさんの好みにドンピシャ。長年代理人をやってきた俺が言うんだから間違いないね。だから当分は屋敷から出られないってわけだ。もしかしたら一生出られないかもな。ドン・コルネオの居場所を知らないか？おい、なんだ、やっぱり面倒を起こそうって腹か？起こすなら勝手にやってくれ。俺を巻き込むな。帰れ帰れ。ああ、行っちゃった。とにかく街の中探してみよう。いかなるものも拒まず、あまたの快楽があふれる街、ウォールマーケット。もちろんカップルも大歓迎。一緒に遊ぶもよし、別々に遊ぶもよし、働くもよし。さてさて、お客さんは？結構です。クラウド、行こう。どういった快楽をお求めですか？Nos srácok, akkor ez az egész hely, ez teljesen új. Szóval itt most megint nézhetünk be a boltokba, stb. Kíváncsi vagyok, hogy végre kapunk-e valami új fegyvert. Majdori! クラウドさん、研究のためならどこにでも赴く覚悟ですが、進捗はクラウドさん次第です。ご協力をよろしくお願いしますね。
クラウドさん、新たな仮説を思いつきました。こちらのデータ提出のご協力をお願いしますね。クラウドさん、新たな召喚マテリアのバトルレポートを発行しました。召喚獣を倒してマテリアを完成させてください。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いしますね。Ó, gyerekek, szerintem kaptunk egy újabb VR harcot, méghozzá Fett Csokobót. Na, akkor nézzünk is rá, most amúgy is itt van Aerith, szóval most ő is itt lesz velünk, és harcol velünk együtt. Yeah.
頼む。頑張るね。
クラウドさん、おめでとうございます。星の H が生んだ茶目っ気はスケールも違いますね。愉快な相棒デブチョコボと共に力を合わせて軽やかにシンナを倒してください。Király gyerekek, ez akkor igazából nem is volt annyira nehéz, mint a Shiva, bár valószínűleg azért, mert most itt volt velünk a varázsló hölgyemény, és így ketten egyszerűbb volt ezt így megcsinálni. Viszont az, hogy van egy olyan sejtésem, hogy ez a Fett Csokobó, amilyen trükköket itt csinál, az sajnos nekem, hogyha én leszombonnalom, azt nem fogja így ezt megtenni.楽しいことの後は罪悪感やら自己嫌悪でめいっちゃうタイプか。でもそれは一時のことで、すぐにまた。あ、なんだ、質問か。ティファを見なかったか。ティファ、愛しいその名を知るあんたは誰だよ。え、てかティファがここにいるのか。なんで、なんでよ。もしかして俺を追ってきたのか。街を出ないでジョニーってよ。こうしちゃいられない。ティファ、ティファ、ティファ。あの人、何。気にするな、知らなくてもいい。Azt hiszem, pont rossz embert kérdeztünk meg arról, hogy Tifát látta. あんたはリーフハウスの。ちょっと、何でも屋さん。この町で人の素性を探るのはご法度ですよ。ここで何をしている。あ、実は私、子供の頃からダンサーになるのが夢で、夜はここで踊ってるんです。子供たちには内緒にしてくださいね。金の客も多い。よく見張っておかないと。マーケット1の武器屋へ。Végre valahára Cloudnak egy új fegyver, ennek nagyon örülök. Ezt meg is veszem. Még szép.
12, szerintem nagyon más most ugye nem kell. Ja, nem kell. おい、それ以上近づくな。男に用はない。人を探している。お前、ウォールマーケットは初めてか？だったらなんだ。屋敷は立ち入り禁止だ、特に男はな。はいはい、じゃあ私。女の場合はもっと面倒だ。あ、でもレズリーさん、なかなか可愛いっすよ。なかなか？なかなか程度じゃ難しい。何かならない？ここがどういう場所なのか知ってるのか？エアリス。レズリーさん、やっぱり可愛いっすよ。スタイルはともかく。クラウド、私暴れていいかな？いや。代理人から推薦状をもらえ。そうすればオーディションに出られる。代理人って？ウォールマーケットにはコルネオさんの好みを熟知した3人の代理人がいる。まずチョコボ小屋のサム、そしてテモミアのマダムマム、最後がミツバチの館のアニアンクーニャンだ。全員一癖も二癖もある連中だ。推薦状はおそらく簡単じゃない。そっか。でもうん、わかった。ありがとう。エアリス、本気なのか？他に方法ある？でも話は聞かせてもらったぜ。ティファはコルネオの屋敷にいるんだな。え？でもってコルネオの屋敷に入るには代理人の推薦状が必要ってわけだ。はあ、いいか、ティファを助け出すのは俺だ。よーし、待ってろティファ、今行くからな。話ちゃんと聞かない人だね。ああ、どうもどうも、私シンラレコーズからデビューしたもののヒットには恵まれず苦節7年、今も地道に営業を続けている歌手でございます。こちら新作なんです。よろしければどうぞ。いらっしゃいませ、こんばんは。見るだけなのね。食べ始めたら止まらない。その分嫌なこともあるけど、ここまでだよ。いらっしゃいませ、お好きな席へどうぞ。なんだ、またお前らか。俺の何度来ても同じだぞ。帰れ帰れ。違うの、私を
コルネオのオーディションに推薦してほしいの。なあ、どうかな。いいぞ。本当？ああ、次があったら姉ちゃんを推薦してやるよ。それじゃあ間に合わない。今回はダメ。今回？無理無理。ティバちゃんっていう逸材を送り込んでんだ。でもティバじゃなくて私が選ばれるかもしれないでしょ。そんなに推薦が欲しいのか。欲しい。じゃあ勝負するか。さて、裏か表か。当たったら姉ちゃんを推薦してやるよ。外れたら迷惑料を置いて帰んな。表だ。残念、裏だ。まあ、正直言って姉ちゃんは可愛いけど、コルネオさんの趣味じゃないと思うぜ。それでも諦めきれねえなら、他のやつを当たるんだな。そのために代理人が3人もいるんだ。じゃあな。待て。そのコイン見せてくれないか。やっぱりな、裏も表もない。エスタチョロフェルゲツ。ウォールマーケットへようこそ。ギシクチョ。というわけか。おやな、こんなレスド。開いてないみたいだね。看板見ただろう。マテリア屋だ。毎度。やめておくわ。お酒ポカポカすべすべで自分の体じゃないみたいだ。他の代理人のところ行ってみる。こんなの癖になっちゃう。僕もうマブなっては生きていけない。昼間は忙しかったな。やっぱりゴールマーケットは恐ろしいです。シクショウ、ここか。アニヤに会うはずが。だね。なぜ俺は。俺が話してくる。あんなことを。エアリスはここで待つ。え？どうして？私も行くよ。でも。だってクラウド交渉できないでしょ。
いらっしゃいませ。あ、どうも。ウォールマーケットが誇る最高のエンターテイメント、ミツバチの館へようこそ。ハニーガール、またはハニーボーイのご指名はありますか？あ、アニアンクーニャンに会いたい。当店のナンバーワン、アニアンクーニャンですね。ではご予約のお名前を頂戴してよろしいでしょうか？いや、予約はしていない。それは大変申し訳ございません。現在アニアンはご予約のお客様で、向こう3年間は埋まっておりまして。そんなに？俺たちはただ会って話したいだけだ。オーディションの推薦状が欲しいの。そういうことでしたか。しかしどちらにしてもご予約がないことには。そこをなんとか。ごく稀にアニアンが気に入ったお客様をお呼びすることがございますが、お客様からはどうすることもできないかと。申し訳ありません。仕方ないね。他の人当たってみよう。俺の花束、マイハニーに届いたかな。さあ、もう迷っちまったか。この店こそ知る人ぞ知るゴールマーケット。知っとるか、そこの細い路地を抜けていくと。お前、未だにミツバチとかに通ってるのか。会社にバレない秘密のルートよ。ガラクタと酔っ払いが転がる獣道だがね。倒れてるわけじゃない。どうした？メザーキンが俺の頼む。あいつを譲ってくれ。やめて、人を呼ぶわよ。知ったことか。コルネオは3人の実力者と奥にいるやつ、大丈夫なのかね。ただの酔っ払いだろ。ま、珍しくもないか。譲ってくれ。どうしてもあれだけいけないんだ。ダメだ、この匂いだけで。二人ですね。どうぞこちらに。本日はどういったもみにいたしましょう。もみ？あら、ご新規さんでしたか。うちは手もみ屋って言いましてね。人間手が疲れてるとろくに金勘定もできやしないでしょ。そんなお客様の疲れをもみもみと手と手の濃厚なスキンシップで解消させていただきます。というわけで、本日はどういったもみにいたしましょう。俺たちは客じゃない。と言いますと？私をコルネオさんのオーディションに推薦してもらいたく。まったまった、ちょっと黙りな。勝手に口開くんじゃないよ。ったくまた変なの来たわ。ちょっとばかし若いからって許されるとでも思ってんのかね。で、なんだって？頼み？あのね、お二人さ、うちは手もみ屋、もんでなんぼの店なの。客として来たわけじゃないだ。
てめえら頼み事があるならまず客として揉まれるのが筋じゃねえのか。ああ、あんた名前は？クラウドストライフ。手を出しな。え？早くしな。お。戦う男の力強い。それでいてしなやかなって。いいわクラウド。あんたが誠意を見せなさ。話はそれから。さ、どのコースにするんだい？ちょっと、所持金が足りないよ。身の丈に合ったコースを選びな。じゃあ奥の部屋までいらっしゃい。クラウド、それなりのお客にはそれなりのおもてなしを。じゃあ左手の指5本まとめて適当に。あ、痛いぞ。あら、お気に召さないようならやめてもいいんだけど。手をワキワキさせてごらん。効果がわかるから。ほら、ワキ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 。ああ、これはいい。うん、どうだった？悪くない。何してるの？ワキワキ。ワキワキ？いや、なんでもない。癖になりそうかい？さてと、誠意はしかと見せてもらったよ。じゃあ頼みってやつを聞こうじゃないか。私をコルネオさんのオーディションに推薦してほしいんです。そりゃ随分と物好きだね。まあいいだろう。本当？ただしその格好のままじゃダメだよ。え？そんな貧乏さい格好した女を連れてったとあっちゃ代理人としての信用に傷がついちまうからね。この服ダメ？動きやすそうでいいと思う。それ褒めてるの？あんたらイチャつくなら店の外でやってくれ。あ、ごめんなさい。でも服どうしよう。心配しなさんな。私がコルネオのハートを射抜く服を見つけろってやるよ。払うもんさえ払えばね。いくらだ？ざっと100万といったところで、あんたらが払えないってことは百も承知さ。だから提案があるんだよ。え？この町には地下闘技場があってね。クラウド、あんた私の推薦で出場しな。そこで優勝できたらエアリスをとびっきりの美女に仕上げてやるよ。賞金が出るのか？うん、推薦人の私にね。どうだ、乗るか？わかった。いい返事だ。こいつを受け取りな。もう受付は始まってるからね。急いで闘技場へ向かいな。
私に損をさせるんじゃないの。どんな大会かな。この町の大会だ。ろくなものじゃないだろうな。優勝できそう。そこは心配していない。強気もいいけど足救われないようにね。このハズレはハズレだ。はい、やっぱり。右手、出場する選手は左手にお進みください。なあ、誰にかける。まあ、解除しろ。そんなところに言うなよ。やっぱ、サムんとこが硬いだろうな。今からエントリーが？たく、ギリギリだな。二人で出るのか。いや、俺だけ。二人でお願いします。推薦してもらうの、私でしょ。だったら、私も出る権利あるよね。じゃ、お二人さん、地下の控え室へ進んでくれ。続いてるんだろう。何人ぐらい参加するのかな。クラウド、緊張してる？いや。だって口数少ないから。あんたは少し緊張した方がいい。たちの控え室はここだ。No fasza, von pod. Tudok orbokat is akár vásárolni, ez itt tök jó, kényelmes. Viszont ebből azt feltételezem, hogy több körös lesz a csata.
amit zajlik, mert azért van itt a pad, hogy fel tudjam tölteni magam a harcok után. あんたたちか。 どうしたの?その顔。 少しばかり金が必要になってよ。 前座試合に出てみたらこの有様さ。 あんたらもやべえところに足を踏み入れたな。 悪いことは言わねえから、 さっさと逃げた方が身のためだぜ。 クラウド・エアリス組、まもなく試合が始まります。入場ゲートまでお越しください。逃げる気ないよね。準備はいいか。せいぜい死なねえようにな。さて次はなんとカップルでの出場だ。なんたるバチが。しかも初参戦。いけつかない。怖いもの知らずのカップルは果たして無事に帰れるのか。クラウド&エアリスの入場です。さっさと負けろ。入れ入れ。デートのついでかよ。姉ちゃんしっかりサービスしてくれよ。なんか燃えてきた。対するはウォールマーケットが誇る猛獣使い。今宵のリングも彼らの食卓となってしまうのか。本日はデザート付き。滴る赤こぼれる姫、暴飲暴食猛獣ブラッディーテイストの入場です。行け。人じゃないの。はぁ、素人か。人じゃなきゃいけない規制なんてねえんだよ。さあ盛り上がってまいりました。人が猛獣にどこまで食い下がれるのか。皆様まばたき厳禁でお願いします。それでは一回戦第4試合レディーファイト。よし、このここまで出ろ。調子に乗る。Tökörnek eléggé jól lesz, de amilyen szerint. Szóri Stanoa, Nanto, Cloud and Aeris Team! まずは一回戦突破だね。どうかした？ルールが曖昧すぎる。ああ、次はちゃんとしてるといいんだけど。いや、期待するな。用心していくぞ。ま、無理はしないことだな。続きましては、準決勝第2試合です。まずは、初戦をあれをあれをとすり抜けたラッキーカップル。ふざけんな、空気読めよ。クラウド&エアリスの入場です。何立ち上がってくれてんだバカ野郎。暴走っこいたじゃねえか。あらあら、対しますわ廃墟からの刺客。盗んだものは数知れず、アウトローの街から弾かれたアウト
だな。皆様、お手持ちの貴重品を今一度ご確認ください。極悪卑劣ベグ盗賊団の入場です。あの人たち、お前ら、こいつ、ここで会ったが、あこれ、恨み、腹させてもらうぜ。100年100年も経ったか。うるせえ。嫌がる。え、何これはどういうことだ。どうやら盗賊チームは8名でエントリーしたようですね。え、ずるい。ここはルールもよく闘技場。コルネオがいいって言ったらいい。に無勢、ここに極まる大乱闘が予想されます。皆様、見失わぬよう決して目を離さないでください。それでは準決勝第2試合、レディー、まだだ、撃てろ、行け。なかなかやるじゃねえか。そりゃそうさ、あたしがもんだからね。それにあの手、視線の一つや二つは超えてるね。ふん、この町じゃ珍しくもねえよ。ともかくお互い決勝だな。かけるか。はあ、変わらないね。あんたいつか路頭に迷うよ。そしたら、またお前のところに転がり込むさ。人生で唯一の汚点だよ、まったく。アニアン様、あの殿方、美しいですね。ねえ。次、決勝だね。ああ。浮かない顔してる。
相手がまともに来るとは思えない。うん、でもここまで来たらあと一歩、二人で頑張ろう。クラウド、エアリス組、まもなく決勝が始まります。入場ゲートまでお越しください。恐れ入ったよ、まぐれじゃなかったんだな。決勝戦準備はいいか。